皆さんこんにちは。この動画では前半に私が実際に訪れた瀬戸内国際芸術祭の魅力をお伝えし、後半でそのような芸術祭が私たちの住む町で行うことが可能かどうかについて考えるものです。少々長い動画にはなりますが、最後までごゆっくりお楽しみください。それではまず、瀬戸内国際芸術祭とはどんなものかについてお話をします。瀬戸内というところはですね、ここにも書いてあります通り、かつては、海運貿易の要、経済の中心地でした。村上海軍とかですね、が象徴するように、海というのは交通の要でして、そこを制するということが非常に大事であります。そのため、島というのも重要な拠点になってくるわけです。ただ、明治以降ですね、陸運が栄えて、高度成長の陰に、忘れ去られていく島々、それが瀬戸内であったかなというふうに思います。瀬戸内国際芸術祭が行われている島ですね、手島、直島、大島、そして犬島なども、全てそのようにこう高度成長の陰によって忘れ去られていく島々であったということが言えると思います。そんな島の、歴史課題をですね、解決するための一つの手段として行われている、それが瀬戸内国際芸術祭です。詳しくは公式のホームページ見ていただいた方が早いんですけども、そこでですね、海の復権だとか、非常に単純な言い方なんですけども、おじいちゃんおばあちゃんを元気にしたいというようなことが、書かれていまして、それがひいては、人間の尊厳だとか、歴史を重んじるというところにもつながっているんじゃないかなというふうに思います。そもそもですね、瀬戸内ってどこなんだっていうことなんですけども、岡山、香川、広島、愛媛で、特に、会場となっているのは加賀、高松ということになります。島の位置関係ですね、玄関口として高松港がありまして、そこから、たくさんの船でアクセスするというようなことになっています。ちなみに私どのように移動したかと言いますと、夜中に神戸港を出まして、早朝に高松港に入りました。でそこから、2泊3日間フリーパス券がありまして、それを駆使してですね、移動していったという感じです。結構皆さん、この倍ぐらいお金を使って回られているようなんですけども、頑張っていくとこれぐらいでも収まるぞという例としてちょっと載せています。最初ですね、高松港から出発をしました。詳しくはホームページなどを見ていただけたらと思うんですが、こんな感じですね、フェリーで神戸出まして、朝、これ近所の朝6時5時半ぐらいからやってるうどん屋さんで、高松といえば、うどんということで、うどんを食べてきました。これフェリーポートというか駅前ですね。もう港にもこのような作品があります。これ野外展示ですので、スタンプがぶら下がっているんですけども、係の方いなくても、スタンプを集めていくことができます。こちらも、港に立っている、作品ですね。で、早朝、フェリー乗り場行きまして、まず漁港に行きました。これが乗り放題の乗車券です。これがあると非常に便利です。で、宇野港はですね、岡山からの本所からの玄関口という形で一番アクセスしやすい港のうちの一つかなというふうに思います。港に朝着きまして、ここも野外展示回ってきました。これ実際に乗ることができますし、レンタルですね。実はフェリーで、これを借りて、直島に行くこともできます。ただ返す時間が結構限られている、早いので、時間にはお気をつけください。これ宇野港の周辺のマップですね。でこれはもちろん作品なんですけど、怒りにこういろんな、ものをくっつけてあるような作品になっています。瀬戸内海は本当に海が綺麗ですね。こんなタンカーも撮っていました。
これがスクリューですね。さっきと同じあの作家の作品なんですけども、スクリューはあのかなり大きいなっていうことが見て取れます。でこれがあの地元の魚をまあモチーフにしていまして、これはあの確かおそらく流れ着いたあのいろんなゴミとかを拾って展示に使っているという感じですね。あのチヌという魚ですね。これもあのチヌの中に入れたり、あと先ほどもありましたけど地元の方がこういうふうにあの花を植えたりとかいろいろしています。これは宇野駅ですね。あの港のすぐそばまで電車で来れるんですけど、もう駅舎自体が一つのアート作品になっていますし、このようにあの電車もあの同じカラーリングで一つの作品になっています。ゴミ箱もそうでしたね。であの地元の作家の展示っていうのもこのままこの通りにありまして、これ有名な作家さんですね。あと面白かったのはこの写真展も路地でやっていまして、あの結構昔の写真がいくつか並んでます。これは何て言うんでしょうね、まあ、出しというか見越しというか、それをまああの船でそのまま行ってしまっているようなものですね。これも確かこう、そうですね、このようにあの飛び出すようなあの展示になってて、中に行くとつながっていると思います。これも非常に印象的な写真だったので思わず撮ってしまいました。アートプロジェクトで街を歩いていると普通の景色もこのようにあの一つの作品のように見えてくるのがすごく楽しいなと思ってます。これテープカットですね。もう今だとなかなか見ないですね。でそこから直島に移動をしました。直島はあの、まあ、今でこそベネッセの、まあ、一つの拠点のような島になっているんですけども、まあ、何十年前か、リゾート開発とかが失敗をして、そこを福武が入って、まあ、再生しているようなそんな、まあ、歴史のある町にもなっています。これが港の、ターミナルなんですけども、一つの作品にもなってます。これ有名なカボチャですね。で基本的にはバスで移動しました。これもう一つ有名なカボチャですね。何が面白いかというとですね、あの、まあ、作品もなんですけど、この作品に人が群がってるっていうのが非常に面白くてですね、あの、どっちを見に行ってるのかなという感じになります。で、あの、もう一つ重要なのはですね、まあ、これ今、カボチャを大きく取っていますけども、あの実際はですね、これがあることによって、あの、そこにある風景そのものが、あの、全く違うものに見えてくるっていうのが、展示の魅力の一つかなというふうに思っています。これ近くの美術館ですね。これも、作品ではないんですけども、まあ、神社ってよくこう石が皆さん投げて願い事を叶えるというようなことが、まあ、ここでも行われていて、まあ、全国共通なんだなというふうに思いました。ここも、中に展示があるんですけども、有名な滝の絵がありまして、まあ、実は島なので滝っていうものがないんですけども、あのここにあるあの巨大な滝っていうのが非常にこう島に潤いを与えているような、そんな印象を抱かせる作品で、非常にこうダイナミックで、感激しました。海外の方もいらっしゃってました。続いて手島です。手島はですね、まあ、産業廃棄物の不法投棄事件というのがありまして、豊かな自然とはまあ裏腹にといいますか、かなり暗い歴史を持った島だなというふうに思っています。こちらあの民泊をしまして、地元のまあなんて言うんでしょう、農家さんといいますか、そちらに一泊お邪魔をしました。もともと製麺所をやられていて、つい数年前まで、実際に稼働していたという話だったと思います。ちょっと分かりづらいんですけど、四角いものがありまして、そこ展望台ですね。実はこの後行くことになります。これいただいた朝食ですね。非常に美味しかったです。で、この日は、
電動のレンタカーを借り、レンタサイクルを借りてですね、出かけたんですけど、実はこの方たちは、一緒にゲストハウスに泊まって、どこに行くか決めていないということでしたので、じゃあ一緒に行きましょうかということで、とりあえず一緒に出かけたという次第です。で、先ほどの展望台からの景色ですね。こちらですね。非常に晴れていて、いい景色でした。で、ちょっと見えているのが、この地中美術館ですね。この後行くことになります。で、こう下っていきますと、途中に、ボルタンスキーの作品もあります。これは大切な人の名前をここに書いて、ある種こう弔うというか、そういったような、かなり趣のある作品でした。で、一気に坂を下っていきます。で、港の途中にですね、このような作品があります。これ、勝者がいないという作品だったと思いますが、こうさらに路地を入っていきますと、これは公式の展示ではないんですけど、関連企画というような形でやられている、美術館でした。これ、のりですね。入場券のように配られてました。これ路地でたまたま焼いていてですね、ちょっと思わず撮らせてもらいました。で、こちら地中博物館ですね。中非常に素晴らしい展示なんですけども、写真が撮れないので、ぜひ一度行っていただけたらなと思います。ちょっとあまりにも美味しかったのでお昼も、そうめんをいただきました。これは確かストームハウスだったかなと思います。なんか視察のようなものに、いらっしゃってる方もいました。これレモンホテルですね。作品なんですけども実際に泊まれるホテルでした。これも、作品なんですけども、レストランのようになっていて、皆さんここで食事などしていますが、ハイシーズンは非常に混むので、そもそも食事するのが難しいといった感じです。なので、手島行くときはですね、できれば平日行くことをお勧めします。こちらはですね、引っ越してきたアーティストという方がいらっしゃいまして、そちらの劇場なんですけども、ちょっとこの日はやってませんでした。道中はですね、普通に牛が放し飼いになってたり、みかん有名だなといった感じです。こちらは実は全部のりでして、天然ののりが、一面に貼られているような展示です。このようにステンドグラスのような、雰囲気も出してて非常に綺麗な作品でした。あと猫が非常に多くてですね、港にはたくさん猫がいました。で、こちら移動する船なんですけども、このようにすごく並んでいまして、冒頭にお見せしたパスポートがあるとチケット買う必要がないのですぐ並べるんですけど、それを持っていないと、その乗車券を買うだけで、2、30分時間を使ってしまうので、必ずパスポートはあると便利だなというふうに思います。一緒に、農作物なども運んでました。で、この後もですね、小豆島に行ったり、小木島、三木島行ったりしたんですけども、瀬戸際訪れて非常に感じたことです。一つは恋人隊の存在ですね。ボランティアスタッフなんですけども、至る所にいらして皆さんとても親切で、私も前回の瀬戸芸には、観光客というよりも恋人隊として参加をしたりしました。次ですね、夕方のニュース番組に普通に瀬戸芸のことが取り上げられているのも印象的でした。一般的にこう芸術祭というと、アート関係者には非常に馴染みがあるといいますか、話題のトピックなんですけども、それがもう一般
普通に地元のニュースとして取り上げられてるっていうのが地域に根ざしてるなっていう感じを受けました。で、経済効果おまけと書いてありますが、最初にもお伝えしたように、海の復権というかなりその、命とか人間とかそういったものにクローズアップしています。で、そのなぜ瀬戸際をしているかという、なぜこの島を選んでいるのかという理由も非常にはっきりしているので、一つ一つの展示が非常に際立っているなというふうにも思いました。またですね、小木島はですね、この、10年ぐらいの間にですね、人口が1割増えたということで、過疎で悩む、たくさんの集落や、島があるんですけども、一つの成功例じゃないかなというふうに思います。小学校が復活したっていうのも非常に話題のトピックでした。あとですね、古民家と現代アートの親和性っていうのはもう非常に高いなというふうなことを思いました。普通美術といいますと、絵画などがホワイトキューブに飾ってあるんですけども、現代アートっていうのはそういったものに収まらない何かを伝えるためにあるようなところがありまして、この古民家だともう丸ごとその作品として利用できるので、もう全身で感じているという没入感ですね、それが非常に感じられました。で、これも島の魅力とも重なるんですけど、島の時間っていうものと、作品そのものが与えてくれる時間っていうものをこう二重三重に感じられる、なんか大きな旅行をしているそんな気分にさせられたのが非常に特徴的だったなと思っています。どうしてもですね、こう瀬戸芸とかに行くと、あそこだからできるんだよと、うちでは何もできないよっていうようなことを、発想しがちなんですけども、私が住んでいる町でですね、もう十分やることができるんじゃないかというふうなことを考えまして、後半では、もし我が町でアートプロジェクトをするとすれば、こんな、企画ができるんじゃないかなというようなことについてお話をしたいと思います。それでは私が住んでいる豊川市を例に、アートポイント計画についてお話をしたいと思います。まずですね、今政府はどのような動きをしているかと言いますと、観光立国というのを、掲げています。こちらデータが少し古いのであれなんですが、もともとですね、2020年には、4000万人の、観光客を、呼び込もうというような、計画が進んでいます。今コロナで大変な時期にはなっていますが、基本的にこの、計画の流れは、変わらないというふうに思っています。しかしですね、この2030年、6000万人といいますと、もう人口の約半分なんですけども、これだけの観光客を、誘致しようとするには、既存の観光地だけでは当然賄いきれません。いわゆる飽和状態になってしまいます。この目標を達成するためにはですね、新たな観光資源の開発というのが不可欠になっています。実際にですね、これは去年一昨年までのデータなんですけども、名古屋などの大都市はもう宿泊先がなくですね、周辺の、例えば豊橋などに、観光客が、流れてきているというような状態です。ただですね、地元に、特別な観光スポットがないために、本当に夜来て朝もう6時半とか、それぐらいに出発するというだけで、町の活性化にはいまいちつながっていません。そんな中、豊川市を見てみますと、実は非常に良い条件が揃っているなと思っています。空港、新幹線、そして、高速道路のインターチェンジですね。あと、東京から、京都、大阪の、東海道筋にありまして、非常に立ち寄るというにはもってこいのスポットになっています。さらにですね、日本三大稲荷と言われる豊川稲荷があるおかげで、基礎的なインフラが整っている、ここに、目をつけてみました。豊川稲荷ですね、ハイシーズンの時期というのがありまして、正月から、旧正月までの2月上旬までは、たくさんの観光客が訪れるんですけども、あとは、その頃に比べれば圧倒的に
少ない人数で推移をしていますので、そのあたりに人を呼び込むことによって年間を通じて人が集えるような場所が作れないかなというふうに思ってます。またですね、駅の周りはですね、古民家や空き店舗なども点在していまして、瀬戸芸の時に申し上げたようなこう現代アートを配置し丸ごと体験するには十分な施設が整っているなというふうに思っています。そしてですね、そのアートポイントがあることによって人々は普段だったら寄らないような道筋とかにも入ってきますので、その先にあるようなお店とかでも十分にお客さんを引きつけることができるのではないかというふうに思っています。このような感じですね。下の方に駅がありまして、豊川稲荷、そして奥にはまあ公園など点在している、徒歩で15分ぐらいで端まで行けるようなエリアになっています。で、じゃあそこに例えばですけども、どんな作品並べられるかなというので、これは実際に私が見てきたような作品なんですけども、ちょっと並べてみました。豊川はですね、かつて海軍工廠というものがありまして、そこが空襲を受け悲惨な歴史を体験した場所、体感した場所でもあるんですけども、そういったところにこのボルタンスキーのささやきの森ですね、ある種こう追悼というか慰霊のような形で展示があるのは非常にマッチしてるんじゃないかなというふうに考えています。で、近くに公園がありまして、ここにも、勝者はいないという作品などがあると、子どもたちも遊んだり、そして非常に強いメッセージ性のある作品でもありますので、非常にマッチするんじゃないかなというふうに思っています。これはですね、三河湾の、海岸から奥三河の山間部までの、土をひたすらに集めて展示をしている作品なんですけども、普段だとですね、このようにひたすら横並びなんですね。ただ信用金庫の、旧稲荷支店という、ビルがありまして、1階を南、そして、上階を北というふうに見立てて、こう展示をしていくことで、ある種こう立体的に登っていくと、自分もこう北の方、山の方に入っていく、そういうような体験、視覚的な、体験だけではなくて、体ごと使ってそういった作品を、感じ取るということも、ここならではという感じでできるんじゃないかなと思っています。古民家がたくさんありますので、このストームハウスというのはもうまさに、台風を体験するような、作品なんですが、例えばですね、ここに伊勢湾台風のサンプルデータなどをこう流し込んでですね、当時、本当にあったであろう暴風だとかを体験するというようなのも、一つ歴史的に意味があるんじゃないかなというふうに思っています。というか、非常に桜が有名といいますか、至る所に桜が咲いていまして、このように桜の展示、もう古民家の中いっぱいに写真を並べるというのも非常にいいんじゃないかなというふうに考えています。この辺りも古民家を活用した作品なんですけども、これは90度、天地が横倒しになっていまして、もう中に入っていくとですね、本当に自分が立ってるんだか寝てるんだかちょっとよくわからなくなるような、そんな作品になっています。こちらもですね、一見鏡のように見えるんですけども、一方には鏡がなくてですね、同じ間取りの部屋が並んでいます。なので非常にこう、目の錯覚といいますか、自分が不思議な鏡の国に迷い込んだような気持ちにさせられる作品で、非常にこう五感を揺さぶられる、そんな体験ができるものになっています。これ実はトリエンナーレの関連企画で実際にあったんですけども、かつてクリーニング屋だったところを会場に展示をしていました。当時のエピソードでですね、実際にクリーニング屋がまた再オープンしたと勘違いして、近隣の方が服を持ち込むなんていうこともあったりしました。これは演劇の芝幸男さんの作品なんですけども、横浜とかでやられている演劇クエストという作品がありまして、その土地をリサーチしつつ、そこにこうフィクションの物語を重ねて、
そのフィクションの物語と現実の風景をこう見ていくことによってまた新しい世界に入っていけるというそういうような作品になっています。でですね、実際どのように運営をするのかということも考えてみました。最初はなかなかこう年中人を雇うということが難しいと思いますので、休日は自由散策、平日はツアー形式、つまりですね、作品がまあ10箇所あるとして、普段だとまあそこに2人ずつ人を配置するとそれだけでも20人とかいるんですが、ツアー形式にすればですね、そのツアーの団体客と一緒に回っていくだけで済むので、こう時間を区切って効率的に運営ができるんじゃないかなというふうに思っています。またですね、ナイトカルチャーならぬモーニングカルチャーということで、もう朝早くにツアーの団体客受け入れることで、この先ですね、まあ、名古屋とか、飛騨高山とかに行くような、団体ツアーの観光客もまず最初にこちら寄ってもらうということも、できるのではないのかなというふうに考えています。東三河の玄関口としての豊川をアピールできると思っています。また観光だけに限らずですね、いろんな、波及効果があるなというふうに感じています。例えば空き家対策ですね、防犯対策にもなりますし、新たなクリエイティブな人材の育成で、そこから、町づくり、人づくりというようなものも可能ではないかと思っています。町づくり、人づくりの面からですね、非常にこうサポーター、ボランティアスタッフというのが大切な存在になってきます。まあ、観光案内はもちろんですね、ワークショップの補助だとか、一緒に作品を作ったり、イベント運営をしたりですね、さまざまなことをすることによって、町の、人づくり、一体感というのが生まれていくかなというふうに思っています。まあ、越後妻有では小蛇隊、瀬戸内では小エビ隊というのがありますので、豊川では小狐隊というのはどうかなというふうに思っています。瀬戸内ではですね、小エビ隊中学生もやっていまして、非常に子どもたちにもいい経験ができる場になっていたなというふうに感じています。また観光もですね、豊川稲荷があるので、そこにつながる、豊川線、まあ、名鉄などとコラボをするということもできますし、コミュニティサイクル、自転車を貸し出すことによって、さらに周辺の地域にも足を運んでもらえるきっかけになるんじゃないかなというふうに思っています。で、これは今駅前の話をしてきましたが、豊川には、山あり海あり、そして街道筋や、まあ、遺跡などさまざまな文化資源まだまだたくさんありますので、ここを拠点にさまざまな展開ができる、そんな、ポテンシャルも備えているなというふうに思っています。で、最終的にはですね、アートを通じて、人が見え出会い通い合う、そんな街になるといいなというふうに思っています。昨今ですね、人に迷惑をかけないっていうことをよく言われますが、かけないことも大事なんですけども、やっぱり困っている人がいたら気軽に声をかけられる、そんな、市民になるといいなというふうに思っています。また現代アートはですね、まだ価値がこう定まっていないようなものがたくさんあります。それらを見ることによってこう新しい価値観を発見する、変わっていくことを、まあ、楽しめる、そんな、市民が生まれるといいなというふうに思っています。そしてですね、アートというものを媒介にですね、社会とつながる、地域とつながる、人と人がつながる、そういった取り組みが行われるというようなことを期待しています。まあ、その他、アーティストのワークショップですとか、まあ、ボランティア活動などを通じて、活動しの良い日常空間、まあ、最近の言葉で言えば寛容のある街といいますかね、そういった、街づくりにも貢献できるのではないかというふうに思っています。最後になりますが、20世紀を振り返ってみますと、まあ、一番が、戦争の世紀であったのではないかなというふうに思います。かつてない、大規模な戦争が各地で行われて、たくさんの命が奪われました。21世紀はですね、戦争の世紀から、尊厳の世紀へ、まあ、命の世紀へ変わっていくということを非常に、願ってやみません。このアートプロジェクトを通じてですね、人の尊厳や命に向き合う、そんな体験を、提供できたらいいなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。